ちは、今日ご紹介するお料理はですね、エビを使ったすごく美味しいお料理になっております。この冬の季節限定なんですけども、柚子とエビとのハーモニーが最高でですね、おせちによし、そして、おかずによしとですね、すごく、美味しくなっておりますので、ぜひ一緒に作っていきましょう。それでは材料の方こちらになっております。さて、お料理に入っていきますけど、まずは何がともあれ、かつおだしを作っていかなくてはいけませんので、お水を 300ml 入れたら中火で火をつけて、このまま沸騰まで置いておいてください。それでは、お湯を沸かしている間にエビの下処理をしたいと思います。エビはですね、結構泥がついてますので、片栗粉を入れまして、ここでクチクチクチュッと少量の水で洗っていってください。そうしますと火が通ってないんですけども、すごくエビが綺麗な色に仕上がってきます。じゃん、こんな感じで分かりますかね。ちょっとエビが赤っぽくなったら、泥がしっかりと抜けて美味しく仕上がります。あとはさっと洗いましょう。そして綺麗になったエビなんですけども、背ワタを取っていくと OK です。これで完了です。さて、それではお鍋の方沸騰してきましたので、火を止めてカツオを一つまみ入れていきます。ここで触らずにカツオがですね、しっかりと底に沈んでいったら、カツオだしの完成です。そしたらカツオだしなんですけども、3分もしましたらもう十分ですね、カツオ沈んでおります。そしたらちょっと熱くても構いません。ここにエビを入れて、そして調味料を全部入れて、ここで火加減中火にして沸騰手前まで置いておきます。この時間ですね、約3分になってます。はい、それでは3分経ちましたので、ちょっと見てみましょう。まだほんのりとですね、全部が赤くなっておりません。でもこれで大丈夫です。ここでですね、柚子を半分に切っていただきます。種は取らなくてもいいです。ぎゅーっと絞ったら皮ごとこの中にぎゅーっと絞って中に入れておいてください。そしてここまで来ましたら、あとは蓋をして、はい、火を止めちゃいます。余熱でじわーっとですね、中が冷めるまで置いておいてください。この時にですね、柚子だったりとか調味料だったりがぐっと中に入ってきまして、非常に美味しい、仕上がりになってきます。そして今回の最大のポイントは、エビを加熱しすぎないことになります。ですから、このエビを20匹煮る時間を3分でやっていただくと非常にいいです。ぜひやってみてくださいね。それではあれからですね、20分経ちました。ロイヤルクイーンのお鍋というのは保温力がいいので、ゆっくりじっくり火が入っていきます。じゃあ中ちょっと見てみましょう。じゃん。こんな感じでエビはしっかりですね、火が通っております。ここまで来ましたら OK ですので、あとはお皿に盛って出来上がりです。これは出来上がったらですね、このエビからすごくいい香りがしてきます。画面の奥まで届きませんか？どうでしょうか？
あー、ダメですか。しょうがない。そしたらぜひお作りくださいね。そしてですね、残ったお汁なんですけども、これすごくですね、もったいないですので、ざるで、こしていきましたら、煮物なんかにもですね、すごくいい出汁が取れておりますので、これでまたですね、お料理の方、いろんなものを煮込んでみてください。とってもね、美味しく仕上がってきます。